アスタとか言ったな。てめえはそのうち絶対殺して俺のおもちゃにしてやる。楽しみに待ってろクソガキ。 距離は間に合わねえ。もう無理よ。その出血でそれ以上動いたらまだだ。グレン団長が教えてくれたじゃねえか。冷静に考えろ。どうやったらあいつを止められる。あの空間魔法、諦めないのが俺の魔法だ。そして俺の剣は 魔法をぶった切る。何？痛え。何しやがるこのクソが。まずいな。人をあれだけ傷つけて何言ってやがる。これが 痛みだ！ お前が笑いながら罪のない人に与えたもの！ ザ！ やめろ。 傷を負って血流すなんて弱者の証なんだよ。 魔力で劣るやつ、 魔力で勝る者にいいようにやられてりゃいいんだ。 特に お前のような魔力のないクズはな。それをさせねえために俺がいる。そして魔力のないやつでも最強になれるって俺が魔法帝になって証明してやる。